今回は、ウマ娘プリティダービーシーズン3第12話に対する、リアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。古い古い。開幕北ちゃん緊急記者会見。ゴルシでも見た記者会見。まさか有馬記念で引退の会見。負けない。シュバルグランくん。変わった。シュバルが負けない言ったぞ。びっくりした。ここでシュバルグランの特殊 OP は熱いな。サブ隊が北ちゃん。北さんブラック電撃引退。やっぱり引退か。北ちゃんこの前トレセン学園入学したばっかやん。みんな口開いてる。開いた口が塞がらない。ブラメンテの気持ちを考えると。やっぱり今回のアニメは衰えがテーマなのかな。ラストランは有馬記念。今週はやはりジャパンカップか。ドリームトロフィーリーグには行くのかねえ北ちゃん。ターボ師匠、秋の天皇賞勝ってたじゃん、視聴者、それな。そっかー、で操作取ってしまったのか。スちゃんが喋ったー。ロイス&ロイスさん。あ、ようやっと名前わかった人だ。サポカデビューに合わせて喋ってきたロイス&ロイス。え？どうした急に。急にめっちゃ語るじゃん。みんなびっくりしてるじゃん。マナ解放。ようやく名前が出てきたロイス&ロイス。ロイス&ロイスあんためちゃくちゃ喋るやん。やっぱりこの話数で急に喋るボケのためだけに伏せてただけじゃねえか。なるほど。カノープスメンバーの反応草。またスペちゃんギャン泣き。スペちゃん、いつも泣いてるな。スペちゃんは諦めに敏感やからな。スペちゃんの泣き声 BGM。スペうるせえ。スペの泣き声やばすぎ。スペちゃん泣くのはわかるけど、うるさい。スペちゃん泣いてるのギャグにしかならん。北さんの物語は北島陣営の物語ってあながち間違いない気がしてきた。寂しくなる。まあでも現実と違って完全に引退するわけじゃないし。シュバル的には勝ち逃げはさせへんでって方が強そうでは。うお、背景でっか。上下するボーノ。無言ひしあけボーノ。ボーノちゃんの出番はこれだけだったりするのかしら？気にしてるのか。おばあちゃんや。プラメンテも同様中。未練しかねえ。強敵がいなくなるのは寂しいだろ。ブラも結構影響されてる。結局ブラメンテレースに復帰できずしまいか。ブラはまだ引退してないのか。グル姉さんいいこと言うね。叶ってほしいな。運命に導かれて23年ジャパンカップ。推しの引退は辛いよな、おじさん。おいよ小井翔一。ぐきり。腰がー。腰はまずい。よっこい翔一もお茶の子さいさいも競技聞かねえな。初めての出会いか。これ回想か。いやおや。だから積み方。上に積みすぎ。いやそれどうすんだよ。どうやってそこまで積んだ。嫌がらせでは。泣いてる暇はないぜ。確かにな。やはり母ちゃんは強い。ドリームトロフィーリーグでも走りはするんじゃないのか。ごけ。知ってた。やると思った。ぎっくり腰は繰り返す。もう腰ボロボロだろ。息遣いが荒いね。衰えていく。北ちゃんも年齢には勝てないのか。衰えを気合と努力で乗り切るスタイル。しかし、史実でもここまで衰えてる姿は印象に残ってないけどな。確かリアルの方は原因がわからないから、アニメはピークってことにしたんだっけか。帝王は北ちゃんをすげえ信頼しているな。帝王がお姉さんに見える。クラちゃんそんなに一緒のレース出てたのか。クラウンの方が北さんのライバル感あるな。里のクラウンの心情もいいね。クラちゃんにも勝ってほしいな。あ、ダイヤちゃん。凱旋門の後はほんとな。ダイヤは凱旋門の後別馬が帰ってきたってくらい状態がボロボロだったからね。凱旋門賞行ってからおかしくなる馬少なくないもんな。凱旋門賞は馬娘を狂わせる。このダイヤちゃんのセリフ、日本勢の実感そのものなんだろうな。観光ってネタにされるだけ、ゴルシは恵まれているのかもしれない。クラちゃんお姉ちゃん。クラちゃんはしっかりしてるなぁ。遠回りしてみてもいいんや。里のダイヤモンドの年内休養アニメではこう表現したか。シュバチ何を思うのか。佐々木さんとこの部姉妹。ふてくされてる時の口調だ。見透かされている。図星。ビルシーナちゃんと姉してる。シュバルちゃんお子だよ。勝ち逃げされっぱなしなシュバル。とりあえずに勝ち逃げされたウーフェイの心境。その相手、ジェンティルドンナ。それってつまり、これが恋。一応ビルシーナも先着はできました。ビルシーナこれ宝塚記念は脳幹だと思ってるやつだ。唯一先着したレース。ロイス&ロイスいきなりメガネ外しやがった。
本体外したらアカンとアイキャッチ。勝負服。勝負服もどことなくサウンズオブアース身があるロイス&ロイスさん。行き上がってるなぁ。走ってる北ちゃん見るの辛い。シュバルグラン回想タイム。明るくて活発で社交的だから苦手とか言う。タイプは全く違うよね。北さんブラックは陽キャだからね。陰キャぼっちのシュバルグランに陽キャはきついよなぁ。おどおどシュバチ。周囲のアジェントしたような目よ。アプリで読んだ。同じセリフ昼に聞いたな。北ちゃんさすがだなぁ。姉に似て苦手だった、後ろのあの子。シュバルの北さんへの思いが。さらにシュバルの会って感じがしてきたぜよ。B パートからはシュバルグランの会や。チームベカ。イラスト。ポスターの画力。シュバルグランは小食。フォークの使い方はどうにかした方がいいで。姉貴。またバナナか姉貴、イチゴのおぐりと同じ扱いだぞ姉貴。ずっと見てたんだな。君に勝ちたい。ああ、OP 改変納得。シュバルのモノローグええなぁ。シュバチあいつとか言うんやな。シュバチ闘争心バッチバチでかっこよすぎる。やっぱりアプリとアニメのシュバルちゃんは違うね。アプリのトレーナーさんと出会ってなかった世界線のシュバルグランかな。赤黒に対して水白色も真反対だな。主人公すぎる。シュバチ会。ジャパンカップ開始。2017年ジャパンカップ。映画館でレベル？映画館でペンライト持ってジャパンカップの応援するの面白そう。ゴルシの時の二人いる。まだ返してないのか。ブルボン、いい加減ジャージ返してあげて。馬娘相手にゲート前のロープの囲いいる？クラウン、アースも。ラストインパクトがビッグサブジェクト。北さん、勝てるのか。どうした急に。南とマスオじゃない。鳥海くんとマオさん来ちゃ。さんは以来久しぶりだなこの二人。最近のジャパンカップは海外馬全然いないよね。謎のおじさん。こっち二人はどうした急にどころではない状況。こいつらは子供の時から知ってるからな。結局この二人なんなんだ。中盤でもう辛そう。里野のトレーナーかわいい。むしゃむしゃってモブでいなかったっけ？それ系のやつ。馬娘世界ではっきり嫌いだっていうの初めてじゃね。モブ馬かは。ぼっちがシュバルグラン。シュバチ完全に俺らじゃねえか。直線での差し。強敵を倒せシュバルグラン。挿入か来たシュバルグランの曲？シュバルのキャラソン来たか。激おも感情じゃん。シュバルってこんなに北さんを意識してたんだ。光が強いほど影が濃くなるだから離れられないっていう。それはもう嫌いの裏返しってやつでは。大好きだまさかの告白。大胆な告白すぎる。嫌い嫌いもなんとやら落ちで行きすぎるシュバチ。告白叫びながら伸びるってずるくないか？どっちも負けるな。歌詞とのリンクエグない？来たシュバルグランの勝ち。やったぞ、シュバル。あれ、北ちゃん三着じゃない？勝ち逃げはさせなかったシュバチ。ジャパンカップのシュバルグランは本当にびっくりしたもんな。史実は分かってもこれまでがこれまでだったから、シュバルグランが報われてよかったと思う。改めて、ジャパンカップ優勝おめでとう。馬娘の真骨頂こういう部分だよねー。シュバチのガチャ引きたくなっちゃう。サブ隊が主人公なのに主人公が負けた。偉大なる母ハルーはスイート。いい顔だよシュバル。くっそきつそう。北さんの全命しか得られない栄養がある。まだ息整ってないのにシュバルのとこ来たよ北ちゃん。北さんはほんとボロッボロやな。自分が負けてるのに一番に祝福してくれる。なんて大胆な告白。北ちゃんからシュバルに思いがつながる。商店街のみんな、あったけー。最後、最後。次回が北さんのラストランか。有馬の後に有馬が見れるのか。見ている景色が違う。夜の東京競馬場。ライブも終わったのに、最終回まで見せないよ。シュバチのイニングライブをバックから出しなよ。ほんとイニングライブって残酷なシステムじゃないのか？今までの思い出。クソデカ感情ぶち込んでくるやん。切ない気持ちか。ほんとにね。ラストランってわかってるととても感じる。本当に次でおしまいか、3期。ほんとに次で終わる。勝てよ、有馬記念、勝ってくれよ、北ちゃん。シュバルグランおめでとう。かっこよかった。偉大な馬娘だ。これはガチャ引きたくなる話だった。今日のシュバルグラン、里のクラウンの育成ストーリーもそうだけど、他の馬娘から見える北さんブラックがすごくいい。タイトルが北さんブラックなのに負けた。シュバルグランは傲慢ジョッキーだったよね。C
史実における2017年のジャパンカップはシュバルグランが1着、北サンブラックが3着、サトノクラウンが10着、サウンズオブアースは12着という結果でした。何気に北サンブラックを抜いて2着に入っていた馬娘、史実ではレイデオロという馬です。ラストはサブタイ通り、北ちゃんの話に移ったなぁ。ここからラストに繋ぐのね。次の有馬記念が北さんにとってのトゥインクルシリーズのラストラン。どういう最後を迎えるのか。ついに来週最終回か。もうジュエル500個もらえなくなるやん。そこじゃない。来週は北里で馬ダッチなので、これが最後の ED。こんな切ない流れで最終回祭りして馬ぴょい伝説するんです。シュバルのソロ曲光の後ろ姿は、もうやる気マックスなんよ兄弟。光の後ろ姿、北さんのことだよねー。シュバルちゃんの激おも感情ごちそうさまでした。この内容でサブタイが北さんブラックっていうのに感心したシュバル視点からの北さんだったか。マジで面白かった。最後の、嫌いだ、と言いながらしっかりとライバルを見つめ続けていたのが分かったとこで泣いた。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。